聴覚障害のある方のために新型コロナウイルス感染症に関する情報を手話と文字でお伝えします。新型コロナウイルス感染症に感染したかもしれないと思う場合など心配な時には東京都の相談窓口にファックスで相談することができます。専用の相談表をホームページから印刷して記入をして送ってください。こちらの QR コードをスマートフォンで読み取ってホームページにつなげることもできます。墨田区ではワクチンの接種についてこの表の通りのスケジュールで進めています。16歳以上の区民の方全員に接種票をお送りしました。ワクチンの接種予約についてわからないことがあればこちらのファックスまでお問い合わせください。またその他のさまざまな相談についても計画相談員や区のケースワーカーが相談を受け付けます。墨田区みどり4丁目にある手話通訳等派遣事務所でもコロナワクチンの予約を含む生活相談が手話でできます。手話通訳や要約筆記のお申し込みも派遣事務所へファックスやメール等でご連絡ください。ワクチンに関する詐欺が増えています。怪しい電話などがあったときには専用のアプリやファックスでも警察に連絡することができます。110番アプリでキーワード検索して警視庁のホームページを見てください。使い方などがわかります。